マルセイユのアンドレ・ヴィラス＝ボアス監督、同クラブ所属の日本代表 DF、酒井宏樹がパリ、ジェルマン、PSG の FW ネイマールから、人種差別的罵倒を受けた可能性があるとされた問題に、いて、酒井の対応を称賛している。地元紙、ラ・ロヴァンスが2日の会見でのコメントを伝え、今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、先月13日行われた PSG 対マルセイユ戦では、終了間際に両無の選手たちが衝突し、合計5人が退場とな、騒動が発生。この試合の中で、差別的な罵倒を、た疑いがあるとして、ネイマールとマルセユの DF アルバロ・ゴンサレスに対する調査が割れていたが、フランスプロリーグ機構、LFP は、4どころ不十分であるとして、両者を、処分なしとす、決定を先日発表した。酒井は、ネイマールから、種差別的な言葉を向けられたとされ、その証だとされる映像も出回っていたが、自身の、インスタグラムで、もし仮に何か言われたとして、お互い熱くなっている試合中の些細な出来、であり差別とは全く関係ありませんとコメント。ネイマールから差別は受けていなかった、主張した。ヴィラス＝ボアス監督は2日の会見で子、騒動について、コメントを述べた。独身は 30% の真、性しかなかった。それが、委員会の決定だ。我々は、達している。アルバノとネイマールは、差別主、ものではないと私は確信しているとしつつ、酒については、酒井は、毅然とした人間だ。彼の、ルマイは良かったと称賛している。両。